かさこです。ともです。やさげです。つねです。なごです。お願いします。お願いします。まあ拍手するのもあれなんですけども、はい、今日なんですけども、はい、中野くんがチームカリサックを辞めることになりました。はい。はい。でですね、ここから先は、まあ僕が喋ってもあれなんで、中野くんの言葉で、はい、ちょっと伝えていただきたいなと思いますんで、はい、お願いいたします。はい。5年近く、まあ、チームでやってきた中で、すいません。ずっと嘘ついてました。そんな明るいの？はい、ちょっとこれで。あ、その感じでいく？この感じでいこうと思ってます。いいね。いいですね。よく、まあ、そうですね、はい、いいですね。ぶっちゃけね、やっぱりこういうのって本当に自分の口でちゃんと自分で考えて伝えた方がいいと思ったんで任してたんですよ、はい、ちょっとびっくりしたね。そうですね、テンションがね、うんうん、ちょっとね、はい、あの、いい、ありがとうございます。え、なんですか？ 5 年間5年間やってきた中で、うん、すみません、ずっと嘘ついてました。おー、らしくていいんじゃない、はい、うん、はい、はいはい、で、はい、うん、ま、結論から言いますと、うん、やっぱり僕って、うん、本当楽してお金を稼ぎたいって思うやっぱ人間なんです、うん、はい、うん、ただちょっとそれが、現状できなくなってしまって、うん、ま、これはですね、ちょっと誤解はしてほしくないところなんですけども、うん、カジサックチャンネルっていうのは、うん、頑張れば頑張るほどそのお金を稼げます。まあ、うん、はい、うん、そうね、うん、稼げるんですけども、5年、うん、約5年僕が、やってきた中で、徐々にその仕事の内容だったりですね、うん、責任感っていうのが大きくなっていって、まあ、僕が思う、うん、楽をして稼ぐっていうことが、うん、まあ、できなくなったというのが今回のちょっと辞める理由でございます。なるほど。はい。うん、あと一つですね、もう一つ、はい。まあ正直にちょっと言うと、うん、ちょっと視聴者の皆様も、うん、びっくりする方もいると思うんですけども、うん、僕って、もともと、その、チームカジサックに入りたいって言って、うん、入ってきた人間ではなくて、そうね。はい。うん、最初、トンボがね、うん、そう。紹介してくれて入ってきて、はい。そうなんですよ、うん。トンボさんに誘っていただいて、チームに入って、うん、まあ、そのまま、まあ、約5年ですね。はい。流れでやってきたというのもあって、うん、今思えばですね、うん、やっぱり、その、もともと、その、チームに対する愛情っていうのが、なかったんじゃないかな、というふうに思いました。うん、それもちゃんと言うんや。それも、はい、ちゃんと。まあ実はもうね、大体話し合いはもうもちろん終わってるんですけども。はい、あ、言うのね。はい。なるほど。いいんじゃない？うん、はい、うん。そこで、まあちょっと、ここもちょっと誤解のないように言わせていただくと、うん、まあ個人個人がその嫌いになったとかではなくて、うん、もちろん、その感謝の気持ちっていうのもありますし、うん、その人が好きという気持ちもあります。うん、ただ、その、チャンネル自体を大きくしたいだったりとか、チームとして、この先もやっていきたいという気持ちが、なくなったんだというふうに思ってます。なるほど。はい。うん、そこでですね、まあそういうふうに思いながら仕事をやっていくうちに、うん、仕事っていうことがちょっと嫌になって、うん、まあミスを連発してしまったり、うん、まあ頑張れなくなってしまったんです。うん、で、それをもうちょっと取り繕うために、まあたくさん嘘もついてしまったというのがありました。うん、確かに。はい。で、うん、こういうことになってしまった結果ですね、その、うん、やっぱ皆さんと、話し合いもさせていただきまして、はい。で、しばらく休んだ方がいいんじゃないかというふうになったんです。そうね。はい。で、皆さんからもですね、うん、まあ、自分の人生だから、うん、しっかり考えた方がいいよというお言葉いただきまして、僕も休みの中でいろいろ考えたんですけども、やっぱり僕って、その、自分のペースで自分が、まあ、まあ楽、うん、好きなことみたいなのをやっぱしたいっていう思う人間なんだなっていうふうに思ったんです。うん、なので、まあそう、具体的に言うと、まあなんかサウナとか、アウトドアとか、うん、そういうことに関する、まあ、仕事とかを、まあ自分のペースでできればいいなみたいなふうに、休みの期間を思いました。うん、なので、結果、ちょっとチームカジサックをやめようというふうに思いました。なるほど。はい。うん、本当ですね、もう、カジサックに対して、うん、もう数々、本当たくさんちょっと嘘をついてしまって、本当すいませんでした。こんなはっきり言われると、ちょっと、あれやな。もう、まあまあ確かに、うん、まあ俺だけじゃなく、うん、
トンボにもそうだし、そうですね、安武にも常にも龍二にも、はい、やっぱりチームみんなに対してのだったりとか、うん、確かにいろいろあったもんな、いろいろ本当、うん、例えばその、まあ、プレビューっていうお仕事が、うんうんうん、動画をチェックするお仕事があるんですけども、あ、そうあるんですよ、うん、その動画編集していただいたプレビューって動画をまずは視聴者の皆さんにお届けする前にチームみんなで判断して見てみて、はい、ちょっとテロップのミスがないとか、うん、もうちょっとこうした方がいいかなとかっていうのを、うん、あのするまあ要は仕事なんですけども、はい、それをプレビューって言うんですね、はい、うん、それを、まあ、してないのにしたと嘘ついちゃったりとか、うん、何回ぐらいあったそれ。まあまあ、200はありました。いや300や300だったか、すいません少なく300もだいぶ俺少なく見ちゃってると思うすいません少なく、そうですね、今までアップされた動画を考えるとね、あ、そうか、そうか、まあ、ただあったな、でもな、確かに、はい、うんうん、で他にもですね、やっぱ締め切りを守れなかったりっていうのもありまして、あ、まあね、うん、はい、あとはその制作費を、うん、まあ、陰で勝手にこう使ったと、うんうんうん、そういうご迷惑をたくさんもかけてきたなと。改めて聞くとお前最低やなほんでこんな具体的に話すんだね具体的に話さないいやでも逆に気持ちいいよ、まあまあまあ、そうか、逆に気持ちいいと思う、はい、うん、ただそのこういうやっぱ話をすると、うん、やっぱコメント欄で僕よくいただくのが、うん、まあ、発達障害なんじゃないか、あ、はい、よく来てますね、そうですね、うん、みたいなことをいただいて、まあ、僕も以前ちょっと気になって、うん、まあ、調べた結果、まあ、そうではなかったということでした、うん、はい、はい、本当ですね、まあ、改めて、チーム改作として、うん、まあ、たくさんこうやって応援してくださる方が、まあ、いる中で、うん、なんか僕のわがままでこういう形で辞めることになってしまって本当に、すみませんでした。いやいや、はい、それはしょうがないよ、うん、そしてその今までお世話になってきたこの皆様、うん、チームの皆様、本当に今までありがとうございました。お疲れ様。お疲れ様っていう感じかな。はい、いや、なんか素晴らしいよ。ありがとうございます。どう、みんな、なんか、うん、うん、まっすぐ。そうですね。まあ、本当にぶっちゃけ、数えきれんぐらい我々話し合ってきてるんで、はい、そんな中で、中野くんからの本心っていうのもね、ちょこちょこ聞いてました。で、最終的には、辞めるっていうなった時には、すべて聞きました、本心を。はい。で、今回、中野くんはどうやって説明するのかなと思ってたけども、はい。ほぼ言ってたね。ほぼちゃんと、はい、言いましたね。そうだよね。はい。うん。いや、いいと思うよ。うん、まあ、こっからはちょっとね、せっかくだし、はい、まあ、僕から、はい、トンボから、安武から、スネから、リュウジから、うん、ちょっとまあ、中野くんへの思いとかも、はいはい。やっぱりありますでしょうし、うん、まあ、多分視聴者さんもびっくりされてる方もいらっしゃるでしょうし、特に中野くんを応援してくれている人は、ひょっとしたら泣いているかもしれないぐらいショックなことだと僕は思うのでね、はい、ちょっともうせっかくなんで、はい、一人ずつ話していきましょうか。はい。うん。まず僕ら行きましょうか。はい。はい、俺ちょっと長なるかもしれんねんけど、うん、まあ俺の中でなんだろうな、いろんな複雑な思いがあって、実はまず一個は、喜び、うん、それはどういうことかっていうと、まあ中野くんとも付き合い長いやんか、はい、そんな中でどっかで俺もやっぱり中野くんってこの仕事向いてないかもって思ってる部分も、まあ何回も二人でも話してたりしたし、はい、あったんだけども。でも、中野くんは、こう、頑張る、頑張ります、頑張らせてくださいって言ってくれたから頑張ってもらってました。うん、でも、どっかにあったんです、俺の中で。やっぱ向いてないんちゃうかなっていうのが。で、まあ、最終的に中野くんの本音で、まあ、あの言葉でかかったよ。僕はチームのことが好きじゃありませんって言ってたやんか。うん、言いました。うん。だから、あれはもう、ある種はっきり言ってくれてよかったし、うん、その時に、まあ、中野くんって、やっぱり、じゃあ辞めた方がいいなって、辞めたいって言ったから、もちろんそれだったら、辞めた方がいいよって言った時に、なんかちょっと変な意味やけど、ホッとしたというか、うん、まあ、その喜びっていうのはどういうことかっていうと、やっと中野くんもここから自分の本当に好きなことだけできるっていうことに対しては、一人の男としてね、はい、俺は嬉しいなって思ったっていうことが、まあ一つ。ありがとうございます。もう一個は、単純にショック。これもある。やっぱり、長くずっとほぼ立ち上げからやってきたし、で、キャラクターもたくさんできてきて、応援してくださる方もたくさんいたし、俺の中でやっぱりショックっていう気持ちがあったなっていうのと、もう一個は、やっぱり俺がもっと早い段階で、俺ってちょっとさ、あるやん、その、なんていうの、土橋君の時もそうやったけど、自分から俺からもうやめなさいとかさ、うんうん、もう終わりですっていうのを言いたくなかったんですよ。でもさっき言ったようにちょっとあったんですよ、向いてないんちゃうかなって、うん、でも中野くんとたくさん二人で話し合う中でお金が大好きだと、俺はこれよく言ってて、一回ね、ちなみに小部屋でね、二
二人で語ってる動画があるんですけど、そこでも結構説明はしてるんですけども、僕は彼がお金が大好きっていうのは知っていて、それは才能だって言っていてね。で、中野くんもそれは自分の中で思っててね。思ってました。で、中で、まあ、頑張ってくれるということで、まあ、信じたりしてたんだけども、でもなんかやっぱり、俺の中で、まあ、これは一つの後悔なんだけども、もっと早い段階で、こう言葉合ってるか分からへんけど、こう、やめさせてあげた方が良かったんじゃないかなっていう、ちょっと悔いが残るというか、うん。やっぱり中野くん苦しかったと思うんですよ。まあお金のために頑張っていたし、まあやらしい話、そこそこの給料もね、はい、もらってたと思いますんで、満足はしてたと思います。でも、じゃあなぜ辞めてしまうのかってなると思うんですけども、もうちょっと中野くんが言ったことを細かく話すと、もちろん僕と二人だけじゃなくてみんなで話し合ったりしてましたから、はい、中野くんのことが一番やっぱり僕らは心配ですから、一番いい環境で仕事をしてほしいっていうところで言うと、先ほど休みって言ってましたけど、それ以前にもね、ちょっとキャパ的な問題も考えて、中野くんどう仕事減らしていくかみたいな話もしたりしてたんですよ、はい。だからひょっとしたらね、お気づきの方いらっしゃるかもしれないけど、この数ヶ月間実は中野くん編集してなかったりするんですよ、はい。やっぱり編集って時間がかかっちゃうし、大変だから一回編集はやめてみようかとか、で、一旦この仕事もやめてみるかって、休んでみるかって、ね、中野くんのできるキャパで、自分でやってみたらいいよっていう話し合いをしてる中で、例えばね、中野くんだけ週1回この日はちょっと休みにしようとか、うん、なんかいろいろ試しでやってたんですよ、はい。で、まあうちのチャンネルっていうのは、ちょっと言ってくれたけども、稼ごうと思ったら稼げるチャンネルです。はい、ただ、それすなわちどういうことかっていうと、まあ歩合制なんですよ。の中で、まあ中野くんがこの仕事じゃあ1回休みます、この仕事も休みますってなってるから、やっぱり給料もね、ちょっと下がっていくっていう中で、うん、多分そこで彼は彼で、ちょっとモチベーションも下がってきたというか、うんうん、でももう一回やりますって言って、それも何回もありました。やっぱり編集もう一回させてくださいって言うから、まあ稼ぎたいからね、分かった、じゃあ復活やな、やってみじゃあ編集ってやったら、やっぱり自分の中でキャパオーバーになってしまって、またミスや嘘をついてしまう、もうこの繰り返しだったりもしたんだよね。はい、だそういう意味でさっき多分中野くんが言っていた、楽してお金を稼ぎたいっていうのがうまくコントロールできなくなってしまったっていう部分が大きかったんだろうね。そうですね、うん、はい。だから俺はもう本当に複雑な思いなんですよ。うん、だその後悔もあるし、喜びもあるし、ショックもあるしっていうところでね。本当に僕の嘘なしの、これは言葉なんですけどもね。でも、トータル考えた時に、中野翔平の人生を考えたら、俺は、プラスやと思うよ、うん。これは絶対に。背伸びしてもいいことない。俺の、はい、座右の銘じゃないけども、俺は背伸び禁止、はい。僕はやっぱりテレビでずっと頑張ってきたけども、どっかで僕は背伸びをしていて、これはよう喋ってますから、うまくいかなかったっていう部分を経験してるんでね。やっぱり中野くんの中でどっかで背伸びをしてたんだろうね。してたと思います。な、はい、それこそ、それこそさっき僕は小部屋で言ったように、その小部屋内容でも喋ってたんですけども、一度中野くんはやめようって思ったことがあったんです、はい。で、その時に僕は引き止めるというよりも、全然やめてもいいと思うと。ただ、俺は、中野くんの力は必要だと思ってるよっていう言葉を伝えさせていただいたんです。でも今思うとさ、その言葉も俺はちょっと無責任だったんかなってちょっと思っちゃったんです。なぜならその時に中野くんがその言葉を受けてね、喜んでくれてんな。はい。まあそれは人間誰でも喜ぶと思いますわ。君の力が必要なんだって言われたら。はい。で、大きく変えていきたいと思いますと。はい。それがどこだったかっていうと、僕がもうみんな常日頃にスタート時から言っているのは、俺らはチームでやっているから、愛情っていうのは絶対に必要だよって、人を思いやる、そこは絶対になくさないでくれよ。それがなくなったらもう無理だよっていうことを僕は教え、ずーっとやってるんです。で、中野くんもその小部屋の時に話してたのは、そこをちょっと一から変えて、愛情を持ってやりますって言ってくれて、やめることはなかったんだけども、はい、でも実は、今となっては、あそこもどこか背伸びをしていたっていう部分だね。そうですね。まあもちろん変わろうとはしてくれてたとは思うけど。はい。でも結構な早い段階で変われなかったみたいなことかな。そうですね、うん。ちょっと。はい。そういうことやな。はい。はい。なんで、うん。視聴者さん的にも、なかなかこう受け止めづらいというか、複雑な気持ちにはなってると思うんですけども、でも僕から言わすと本当に、トータル考えた時に、中野くんの人生にとって良かったんじゃないかな、だし、中野くんの人生なんで僕は、邪魔はしたくないなっていうのが素直な気持ちでございます。なので、改めて。はい。お疲れ様。ありがとうございます。はい。じゃあ、トンボ。はい。うん。そうですね。まあ、僕から言えることは、うん、まあ、一言。うん。誘ってごめんねいいえ、そんなことないです、トンボさん。いや、でもわかる。気持ちわかるよ。ですね。そういう気持ちには、やっぱりなりますね。いいえ、だって、うん、さっきも、カイサックも、おっしゃっていただいてましたけども、
やっぱ僕ってやっぱチームに入ってからもうすごいやっぱり稼がせてもいただきましたし、うん、お金も貯めさせてもらったり、うん、あと車とかも購入させてもらったりっていう風に、うん、あのかなりいい思いってたくさんさせてもらってるので、うん、そういう意味ではその誘ってごめんねとかでは僕はないと思ってます。まあ中野君からしたらな、はい、うん、でもやっぱりな、トンボからするとちょっと。そうですね。やっぱり、うん、まあ、カジサクチャンネル立ち上げるって時に、うん、中野くんに声をかけさせてもらって、はい、わかんないまんま中野くんはね、ああ、じゃあトンボさんが言うならっていうことで、うん、ついてきてくれて、はい、あれよあれよといううちにね、もうチャンネルもどんどん大きくなっていく中で、はい、もう戸惑ってた部分も、うん、あったと思うんだけれども、うん、まあそういう時にね、あの俺はその中野くんのフォローみたいなのが全然できてなかったのかなとも今となってはやっぱ思うし、まあカジサックも先ほどおっしゃってましたけれども、やっぱり僕も中野くんがチームにとって必要な存在だっていうことは強く中野くんに言ってきた部分もあるんで、そういうところが中野くんからしたらね、そのちょっと重荷になってた部分もあったのかなということも、うん、ありますので。おい、え、あれ、いい加減にせえよお前。ちょ何怖い。どうした、情緒やばない。いや、それ必要ちゃうか。そうです、うん。やめろ、よかった、やめろ。そうじゃないよ。どうしたない、全然全然バカ野郎お前は。どうした。じゃあ別に、いやじゃあ、はい、何がないか、何がすか。いや、その泣きたいんやったら、じゃあ泣かない、泣かない、泣いてもいいよ、はい、泣かない泣かない、今回はな、泣かない、はい、頼んだよお前は。ありがとうございます。おう、どういうこと。今回はな、中野頼むよ。いや、そういうことを言うと、うん、いやもう、じゃあんまり良くないじゃないか。なんかそのね、あんま良くないわ。まあトンボの中で、うん、まあ付き合い長いから何でも分かるんですけど、うん、僕が今匂い嗅いだのは、今喋ってるうちに、あれ中野くんとの動画撮影これが最後かなって頭によぎってきたと思う。どう、違う。うん。まあしょうがない、それしょうがないよ。まあまあちょっとこれ、あの思いを喋るとそういう気持ちになっちゃうんで、うんうん、あれですけれども、うん、まああの安田お前俺ラブしてね。すいませんすいません、まあでも中野くんから言ってくれましたけども、うん、その自分のね好きなものをそれこそ好きなことで生きていくっていうことをもう決意したわけですから、中野くんはね、もう本当嘘抜きで。それがまあアウトドアだったりとかっていう話してましたけれども、別にこれでさよならっていうわけじゃないんでね。まあ今後僕もあのアウトドアの仕事とかも全然したりもしてますんで、なんか一緒にできたらなとは思っておりますし、そうですね。はい。そうです。ちょっとあのキレが悪いです、はいはいはい、終わりのキレが、はいはい、まあ言ったらほんまに正直なことなんか、はい、変だよ。変ってどういうことですか。なんかね、なんかそうですね、俺はほんまにまっすぐ思ってること喋ったし、うん、なんか我慢してない、なんか、いやリアルに我慢、うん、なんかちょっとふわふわしてない、うん、泣きたかったら俺は泣いていいと思うし、うん、言いたいこと言った方がこれ最後だぜ、うん、ほんまに、うんうんうん、そうですね。まあ。僕は、チームカジサックが、うん、大好きなので、うん、みんなのことが大好きなので、うん、誰一人かけることなく、うん、
ょうがないしょうがない。やれたらよかったなっていう思いはもちろんあるので、うん、そういった意味ではすごい悔しいし、うん、もっと自分にできたんじゃないかなって思うのやっぱあるんで、うん、ただ別に中野くんが今回こうやって正直に言ってくれたことは僕もすごい嬉しく感じているんで、うん、この言葉を胸にこれからも僕は一生懸命チームカジサックとしてやっていきたいと思うので、その背中を中野くんは見てやっててほしいなと思います。よし、うん、吉武ティッシュありがとう優しいから、優しいもんね、うん、本当に。でも本当にそうよね、うん、今の言葉を借りると俺もやっぱりそう思ってたのね。土橋くんが卒業してやっぱりあの時も泣いちゃったし寂しくあったからね。だから俺はまあチームカジサックで話し合いを何回もしてます。そこで 何回も言ったと思うけども、俺は土橋くんの卒業をきっかけにもう誰一人欠けることなくやっていきたいと思ってるっていう言葉を言ってたんですよ。でもね、俺はその言葉すらも重荷になってたのかなって思っちゃったんだよね。そう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 、中の中でもそうならなきゃいけないって思ってたかも。どう、正直あったかもしれないです。あったかもしれない、はい、あ、珍しくお前もちょっとお前ちょちょ切れてないか。全然全然ですよ。え、な、全然全然、ちょっとすいません、あ、そ、あくびしちゃいました、すみません。あくびはしてなかったと思うねんけど。そう、ちょっと噛み殺しちゃって、あくびを。うん。すいません。そこはあくまでも認めたくない。そうですね。あくびです。そうか。はい。まあ、あくびやったらしゃあないけど、そうそう。とにかくほんまにそういうことを言ってたから、ちょっと俺は重荷になってたのかなとか、ちょっと思ったっていう感じかな。うん。やすたけ。はい。うん。まあそうですね、もちろんみんなと一緒でいろんな思いはあるんですけれども、うん、まず一つ今回、うん、中野くんが初めてちゃんと自分の気持ちっていうのを話してくれたなっていうのが、うん、なんだろうな、すごいいいことだと思うし、うん、まあ内容はいろいろ複雑ではあるんですけれども、うん、初めてこうやって視聴者さんだったりとか僕らの前で腹割って自分の気持ちを素直に言ってるなっていうのが本当にすごい良かったなと思ってまして、うん、で、うん、まあ僕は結構個人的に中野くんと話すことが多かったりして、うん、でそんな中で結構その前から中野くんがそのこの仕事に対して愛情があるわけではないんだなっていうことには気づいていたりして、うんうんうん、でも愛情がなくても仕事として別に成立はするし、一生懸命お金のためだったり、うん、別の目的のために働くでも全然、うん、仕事としては成立するなって思っていて、うん、なので中野くんとは喋ったりとかしてたんですけど、それでもいいんだよって言って、うん、ただより良い、動画作りをしていく、そしてチームメンバーとしてとかいろいろ考えた中で、僕はだからその両方のバランスを取りたいなと思っていて、うん、中野くんには中野くんがいけるとこまで無理なくできるようになるべくフォローしながらやっていけるようにしてあげたいなと思って、うん、そういう多分話し合いをしたんですよ前。そうね、うん、はい、その時それは二人っきりで喋ったんですけど、うん、その時ぐらいから中野くんが多分すごい信頼してくれて、うん、お兄ちゃんって呼ぶようになってきたんですけどお兄ってな、はい、うん、でもだからそこら辺でまあ中野くんはなんだろうな、その状況でもまあ頑張ろうとは思ってはいったから、だから苦しい部分もあっただろうし、でもそのやっぱり
チームとして良くない影響が出てしまっていることもありっていうことで、ちょっと、なんだろうな、すごいなかなか説明が難しいんですけど、でもだからその中野くんが信頼してくれた時からちょっといろいろ一緒に考えながらやってきてたんですけれども、まあちょっとそれが限界になっちゃって、で辞めるっていう決断になってしまって、でもその時にこうやって気持ちが言えたってことが、今まで言えなかったからそのまま来てしまったんだけど、それを言えたってことはなんかどっかで一歩進んだんだな、中野くんの中でっていうのが。いや、俺はほんまにその一歩がでかいと思うよ、はい、本当に。だって何度もさ、チーム内で話し合って中野くんのことでね、いつもね、他の話もありますよ、ね、今ちなみに中野くんのことで言うと、一回もそういう本音は出さなかったもんね、やっぱりどっかでごまかしてごまかしてってところがあったから分かる、嬉しいよね、そうなんですよ、だからチームから抜けてしまうこと自体が、さっきトンボさんが言ってた、みんな欠けることなくなんかずっと走っていけたらいいねっていうのはある中で抜けてしまうっていうのは、まあ残念なことではあるんですけれども、重複しちゃうんですけど、中野くんが自分の好きなことやっていくっていう意味ではいい一歩ではあると思うし、そうね、僕らも今まで以上に頑張っていかなきゃいけないなとも思ってます、はい、で、まあ個人的には別にね、あったりすることもあると思うんで、まあ縁を切るわけじゃないですか、ね、はい、そうなんですよね、だからお互いちょっと別の形にはなるけど、頑張っていけたらなっていう、一応お互い頑張っていきましょうっていうことですかね。すいません、ちょっと全然全然、まあはい、感情もね、やっぱり出てくるし、そうですね、いろんな思いも出てくるし、もう多分話し出したら止まらないんですよ。そうそうそう。そうそう。あ、なんか本当に、皆さんにその、誤解されたくないっていうのがあって、それは何を誤解されたくないかっていうと、確かにミスがあったりとか、そういうのが原因で辞めたりはしてるんですけれども、その、ある意味その前向きではあるんですよ、すごく。中野翔平にとってやるな。そうそうそう。うんうんうん、そうね。なので、そこはなんか誤解されたくないなっていうか、っていうのを説明したくてちょっとごちゃってなっちゃいました。そうだね。まあでもそこって本当に難しくて、中野と密に接してるからこその言葉だと思うんだよね。だからひょっとしたら今これを見てる視聴者さんの中で、なんだよそれって言ってる人もいると思うんだよね。だから多分そこの言葉って本当に難しいと、俺は思う。でも、皆さんお願いです。この動画を見てですね、コメント欄の方で、できればですね、中野くんに対してですね、誹謗中傷だったりとか、ふざけんなだったり、ちょっとストレートに言い過ぎてたんで、彼が。そういうコメントは、お控えください。お願いいたします。僕にください。おい、カイツサックもっと早く気づいとけやとか、やめさせちゃってよかったやんけっていう、僕に対してのコメントは大丈夫なんで、全然僕にください。できる限り次の人生があるんでね、そのようなコメントは控えていただきたいなと思います。はい。はい、じゃあ、常行こうか。はい。うん。そうですね。やっぱり結構僕から見る中でも、すごく背伸びをしてたというか、無理してたんじゃないかなっていう部分はやっぱり感じますね。っていうのもやっぱりその小部屋の編集だったりとか、そういった、準備のことだったりとかで、中野くんとも連絡を取ることもちょくちょく、あったので、そんな中で、もし何か手伝えることがあったら、すぐに言ってとか、そういう声はかけてたんですけども、中野くんは、責任感、自分の中でのやっぱ責任もあり、ありがとうございますって言って、後、フォロー、手伝ってくださいっていう声がもうほぼないんですよ。で、やっぱりそういった部分を考えると、やっぱそんな中でもミスが出てくるので、責任感あるのはいいけども、やっぱりそこを背伸びしてたりだったりとか。で、やっぱり、それをすることによって、チームに、ちょっと
迷惑がかかるというか部分も結構、あったので、解説はこう背伸びすなよと、で、あの無理だったら無理ってはっきり言ってくれっていうのもあのちゃんと言ってる中でも、そこがやっぱり中野くんの中で、無理してる部分が結構出ちゃってたっていうところを考えると、背伸びだったりそういったこう取り繕って表のところだけで、こうコミュニケーションしてる部分があるので、やっぱ今回こうやって、まあ、安武さんと同じように思うんですけど、今こう最後に言った言葉が、全てやっぱり、すごく正直で、そうね。はい。そこが僕はすごく感じて、で、もう、やっぱりその時点で変われてるんじゃないかっていう部分も感じたので、まあ、これからのことは、やっぱりこう、チームで学んだことを、糧にして、で、今こうやって変われたことも、自分の自信にして、やっていってほしいなと思います。はい。はい。じゃあ、リュウジ行こうか。はい。そうですね、僕はもうチームに入る前からちょっと中野さんにはお世話になっているところがありまして、まあ、最初に DM ちょっとチームのこといろいろ聞かせてくださいっていうのをそう、ね、あの DM を送らせていただいてもう快く会っていただいていろいろお話いただいたんで、まあ、そうですね、入ってからもまあ右も左もわからないところからちょっといろいろ丁寧に教えていただいて、すごい感謝してるんであれなんですけども、そうですね。あれ、ちょっと、リュウジ。そうですね。そうですね。まあ、今回辞めるということで、まあ、自分で、これからはですね、まあ、自分で決めた道を歩むということで、まあ、楽しんでいただきたいですし、またよかったらご飯でもさせてください。ありがとうございました。俺、トンボの時我慢したけど、リュウジの涙はやばいぞ、俺。まあ、リュウジからすると相当寂しいよな。チームの中でたくさん話し合ってる中で、最後の最後まで、ね、いろんなメンバーが、やっぱり引き止めたかったりもしたし、特に声を大きく上げてたのはトンボで、本当か？中野。お前本当か？って、ね、中野が愛情がありませんと、ね、まあいろいろびっくりする話あったんですよ。ね、物の準備を本当はしたくなかったとか、そういう、あんまり僕らが知らなかったことを中野口から聞いたときに、俺はでもストンって落とし込めたんですけど、トンボがやっぱり、お前本当かってなってたし、その中でも実は、リュウジもね、最後まで中野さんと一緒にやりたいですっていうのを言っていたからね、はい、ちょっと思いが溢れ出てたのかもしれないな。そうですね。見てみよう、お前弟子を。あ、中野も来た、あくびです。もうじゃあはっきり言っていい、はい、泣こうや。でも来るやろ。そうですね、さすがにリュウジね、やっぱり寂しいよな、さっき言ったけどね、まあ、そうですね、だからまあこれもなんか中野くんとは喋ったり、どっかしらの動画で喋ったことはあると思うんですけども、僕は結構中野くんと根本は似てる性格をしてると思うんですよ。それよう言ってたもんね、はい、うん、で中野くんもねそれは結構言ってくれてたりしてっていう中で、結構僕も中野くんも自分なんてっていうのが根本に結構あるじゃん、うん、はい、でもこうやってまあ今トンボさんだったり、まあ、リュウジだったりみたいにね、もうほんとまあみんなもそうなんだけど、こんなにわかりやすくね、やっぱり中野くんのことを愛してくれてる人たちがいるっていうことだし、何より今見てくださってる視聴者さんの中にも、トンボさんとかリュウジ、まあカジさんとか、まあ常もそうなんですけど、僕も含めなんですけど、こんだけ実はたくさんの人に中野くんって愛してもらってるんだよっていうことをだけは、その忘れないで欲しいなっていうのがね、
あのストレートに受け止めてほしい、うん、そこは、はい、で、はあの中野くんの悪い癖で、うん、そこプラスアルファでその人たちのために向いてないことをしようって思うのが良くないことだから、うん、それを今後やらないようにした方がいいかもね、うん、はい、うん、ただ本当にそう、本当に安田が言った通りで、はい、みんなお前のこと大好きだったし、うん、そこはストレートに受け止めて、うん、ね、いいんじゃないかなと思いますね、うん、はい、でまぁちょっとね、こっからはあの視聴者さん的に次気になるのって、はい、中野くん今後どうするのだと思うんで、はい、そこもちょっと説明しようか。はい。うん、あの、現状ですね、うん、と、まあ、正直言うと、何も本当決まってないっていうのが、うん、あの、正直なところです。はい。その、まあ、辞めるとかそういうことを考え出してから、まあ、そっちばっかり考えていて、うん、まあ、次何をやるとか、うん、そういうことは本当何もまだ決まってないです。決まってないという答えよね。はい。まあ、これから先ね。これから先、うん、まあ、さっきも言っていたみたいに、まあ、自分のペースで自分の好きなことをやりたいっていう、この漠然としたことしかまあ決まってなくて、うん、これからの先のことはまたしっかり考えていきたいと思ってます。そうね。はい。ということでございます。はい。で、まあ我々の中でもいろいろ話す中で、今後ね、まあさっきもちょっとちらっと言いましたけど、別に縁を切ったわけではないですし、うん、まあ、中野くんがやっぱりチームプレイっていうところがすごく苦手で、もう無理ですってなったわけで、た中でじゃあ今後どうするっていう話もしたのよね。今現状土橋くんがやってくれてるようなそのちょっとした編集だったりとかっていうのは一つの仕事としてやりたいかどうかっていうのを中野くんに確認しました。そしたら中野くんがね、はい、あ、やらせてください、はい、っていうことだったので、はい、だからちょこちょこお願いはするかもしれませんけど、これって本当難しくて、その俺はもういろいろ喋った結果やけど、うん、うん、ちょっと中野くんは解釈と距離を置いた方がいいんちゃうかなとかも思うのよ。うん、なんかね、うん、本当に中野くんがさ、まあ稼ぎたいでもいいし、はい、仕事欲しいでもいいんだけど、中野くんから声かけるの待ってもいいかも。うん、我々が、うん。なんか仕事ありますかねってもし言ってきてくれたら、俺は全然あなたにお願いしたいなって思うけど。ありがとうございます。それどう言えたりする？それとも気を使って言えない？いや、そこは、言えるような。うん。言えるようになりたいです。うん。はい。なんかちょっと俺が今不安になったのよ、それ。うんうん。なんか俺から、中野くんできる？これあんねんけど、やる？って言ったら、またちょっと背伸びして、あ、やりますとか。はい。ひょっとしたら他の仕事やってて忙しいのにもかかわらず、あ、梶原さんに言われたからやらなければっていう背伸びをしたら嫌だなと思ったから。うん。だから俺待ってるわ、連絡。ありがとうございます。うん。はい。で、今後、動画で我々ね、編集者何々って出てますから、中野くんの名前がなかったとしたら、中野くんからの誘いがなかったっていうことやな。そうです。うん。で、それはそれでいいんだよ。うん。はい。全然。はい、もうはっきり言ったらいいから。はい。うん。な、嘘なしで。はい。っていう形でございます。でですね。うん。もちろん中野くんが辞めるということに対しては、めちゃくちゃ俺らにとってでかいことだし、ひいては、カジサックファミリーもね、僕ちょっと伝えさせてもらいました。はい。そしたら、嫁サックが、よかったら、最後に、会いに行きたいですって言ってくれたのよ。うん、もしよかったら、って言って、子供たちも来てくれるということで、今、向かってます。はい。なので、まあ、ちょっと今日今夜じゃないですか。うん、本当は、なんかもっといろんな話したかったんですけど、ちょっと家族も来るし、時間もあるから、もしよかったら、この後、小部屋で、ちょっと思い出トークとかもしたらいいかなって思ったんで、はい。なので、ちょっと家族を待ってもいいですか、はい、ありがとうございます、はいはい、では解釈ファミリーを待ちましょう、すいません、今ですねファミリーが到着したんですけども、ちょっと俺も今やばいですけど孤児がですね、すごい中野くんが卒業、まあ、辞めることをちょっとショックで中野さんの顔見て泣いちゃったんだな。こっち大丈夫？大丈夫か、こっち？大丈夫か？うん。じゃあ、こっちから、中野さんにお金渡してあげようか。お疲れ様って言ったらね。ありがとう。ちょっと、やばいね、これもトンボトンボフラーでちょっとね、号泣しちゃうんですけど、またちょっとこの涙はちょっとね、来ちゃいますけども、まあ
一言ずつじゃあもらいましょうか。まずじゃあそうね、嫁作からいこうか。うん、はい、そうですね。やっぱり中野さんは本当に作解説当初から本当に何もないところから、うん、本当に全力で助けていただいて本当に感謝しかないですし、でやっぱりこう一緒に過ごしていく中でもういろんな中野さんがたくさん見れて中野さん自身もいろんな自分を発見できた時間だったんじゃないかなと思います。でやっぱり一番は子供たちと過ごす中野さんって本当に本当に心からこう楽しんでくださってるのも、で子供たちのことを本当に可愛がってくださってるのもすごい伝わってて、それが本当にこう家族みたいに過ごせる、もうすごい信用できる方だなって私は本当に思ってました。本当にもう子供たちのこともしっかり作のことも本当にたくさんたくさんありがとうございました。はい、じゃあ当時、いやもう本当に、まあその中野さんってやっぱりそのママも言ったと思うんですけど、子供たちにすごい優しくて思いやりがあって、であとはもう裏で支えてくれるベテランだと僕は思ってて、でずっとそばにいてくれる存在だと思ってたんですけど、動画でなんですけど、その中野さんが卒業しちゃうって聞いて僕は結構悲しくて、でも新しい仕事を見つけてちゃんとちょっと待っていいよ、悲しいな、うん、新しい仕事、お仕事を見つけてちゃんと幸せになってほしいと思うので、これからも頑張ってください。素晴らしい、うん、ごめんなさい、コジがちょっと泣いちゃってね、説明遅くなっちゃったんですけど、ちょっとカンちゃんがですね今日来たがってたんですけども、うん、どうしてもちょっと習い事がちょっと試合前だったりしてですね、新体操の来れないということですいません、ごめんな長野、とんでもないです。うん、じゃあコジ、じゃあ最後にしよっかね、センちゃん、中野さんがいなくなるのが嫌だ。嫌だったな。うん、寂しいな。まだある？なんか言いたいことない？もう大丈夫？じゃあありがとうって言います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあはーちゃんからもあーと、中野さんあーとって。あーと。中野さん。あー。中野さんあーと。じゃあコジ。大運動会の時にね、カメラ回ってないところで遊んでくれたのね。うん、遊んで、その時はめっちゃ楽しかったです。いつもありがとうございました。ありがとうございます。まあ、みんな中野くんのことは大好きだったんだけども、特にね、動画でもちょっとあったかもしれないけど、コジは中野さんのこと本当に大好きだったからね、ちょっと泣いちゃったんだね、寂しいな。うん、まあでも先ほどはチームのみんなでも喋ったんだけど、中野くんは次の人生に向けて頑張るんでね、そこは、応援してあげましょう。改めて中野くんどうですか。はい、いや本当に奥様もは僕にとってそのすごいなんか守ってくださるような存在で、すごく温かくてずっと助けられてきたのはなんか僕の方だなと本当思ってます。本当にありがとうございました。うん、で当時は、はい、いいよ、もう強がらんでいいから。当時は本当に結構優しいっていうふうに
言われてると思うんですけども、その中でも本当にその一番困ってる人に声をかけてあげられるところで、僕も本当そういう画面とか、なんか何度も当時のそういう言葉とかに救われたことがあったので、と一緒にこうやって過ごせて本当に幸せでした、うん、と本当にありがとう、ありがとうございます。で、孤児は孤児ってすごく面白い子で、そのユーモアがあって楽しい一面もあるんですけども、僕が思う孤児は本当に一番困ってる人、弱い人をなんか自分でこう助けられる子供なんだなっていうのがすごく感じてて、そうやってなんか立ち向かって優しいあの姿とかを見て、本当僕もなんか個人に対して本当にすごいなんだなと思って、本当救われることがたくさんありました。はい、本当小児ありがとう。センちゃんとは本当センちゃんがもう赤ちゃんの時から一緒で、あまちょっと動画外で過ごす時間とかが長かったりして、いろんな思い出があるんですけども、やっぱりせんちゃんものその笑顔とか無邪気なところとかを本当にこの期間ですけども一緒に過ごせて本当に幸せでした。せんちゃん本当ありがとう。ありがとうございました。せっかく本当にカジサップ県の皆様に本当にお世話に、なったので、うん、本当に甲子園辞める形にはなりましたけれども、うん、しっかりこのまま、辞めて落ちていくんではなくて、まあ、よくその成功する姿とかをお見せできればなと思います。そうね、はい、それは逆に俺らもやからな、はい、俺らもやっぱりな、みんなうん、その中野くんが辞めて、チーム解作、解作チャンネルが楽しくなくなったってならないように全力で頑張るから、はい、それは中野くんのためにもね、はい、俺はやらなあかんし、うん、はい、はるちゃんにも一言ちょうだい。はるちゃんもですね、はるちゃんは本当にもう生まれた時から見てて本当に笑顔にたくさんなれました。本当に今までありがとう。ありがとう。これはいいね。はい、はい、かんちゃんにも、はい、そうだね、かんちゃん、はい、ちょっと今日いないけどもね、かんちゃんにもいい、はい、かんちゃんはですね、本当僕、ま、大人の僕が言うのも変かもしれないですけども、うん、僕が本当尊敬できるぐらいなんかプロ意識というか、うん、そういうところが強い女の子で、本当僕は本当尊敬の目でずっと見てました。これからもですね、かんちゃんのいろんな活動とかを楽しみというか見ていきたいっていうのと、本当にかんちゃんもに対してもいろいろそうやってかんちゃんの挑戦する姿とかを見させてもらって勇気が出ることもたくさんあったので、本当に感謝、かんちゃんにも感謝の気持ちでいっぱいです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとう。はい、というわけでこれで本当に中野くんは最後になります、はい、お疲れ様、本当にありがとうございます。
でですね、ちょっと、まあ、我々の中でもいろいろ考えててですね、やっぱり中野翔平がチーム開催を抜けるっていうのは、やっぱり大きな我々にとってはスペースができることなんですよね。た中で、すいません。ちょっとしばらくお休みをください。はい。それはどういうことかっていうと、ちょっとチームの立て直さなければいけないし、いろいろちょっと考えていかなあかんこともある。立て直す時間がちょっと欲しくてですね。そうね。まあ、最低1週間はちょっと休みたいなと思いますんで、その後にですね、まあ、新体制になってるのか、ちょっとどうなってるかわからないですけども、まあ、動画を作るのか、ちょっとまだは決まってないんですけども、ちょっととにかくちょっと体制を整える時間を我々にください。よろしくお願いいたします。というわけで、はい、いよいよ、最後でございます。大丈夫かと。くるくるまでも、ドッキリだったらいいのになーって、もう一回見て。辛いなー。うん、まあでもぶっちゃけなあ、トンボやさげつね、龍二、おいらがこの家族が来る前に撮った動画っていうのは、できるだけ明るくやりたいねとは言ってたんだよね。その中野が何を言うかってのは知らなかったですけども、だから嬉しかったの、中野があのテンションやってくれたから、あ、このままなんか明るくいけるかなっていう思いがあって、まあトンボ途中で泣いちゃったりしたけど、まあ龍二もね泣いちゃったり、まああれはあれでいいかなと思ってたんだけども、でも改めてこうやってファミリーの涙を見て、これはこれでええな、ええなと思った。コジ大丈夫か？寂しそうな寂しいな、コジ。もう一言だけ言うか？ありがとう、こちらこそ。はい、というわけで以上になります。中野くん、はい、何歳？33です。33歳、はい、まだまだこれからよ。はいね、俺が YouTube チャレンジしたのが38歳の時。はいね、まだまだいけるから、はい、頑張ってね。頑張ります。はい、はい、というわけで中野くん、はい、本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。開催くチャンネル登録100万人おめでとうございます。それではいきます。はい、3、2、1、どうぞ。うわおー、すごいやん。うわちょっと待って、どうしました？どうしましたいましたね。じゃあ、ロランドさん、お願いします。はい、男には2種類の男がいる。俺か、俺以外か。56日やって、誰もその反応しないってことは、多分その方向性間違ってると思うんですよ。5、4、3、2、1、第1問。さあお答えください。カピカの新車なんで、初めて助手席に乗るのがローランドさんです。あ、そうなんだ。初。俺も大丈夫ですか？いや、もちろんです。光栄でございます。デモンストレーションの中ちゃん、中ちゃんです。それではデモンストレーション参りたいと思います。あなたの人生を変えるかもしれない、クイズコメオニア。さあ果たして一体今回何してんの？頑張れ、いけいけいけ、どう思いますか？いや、ひいやこんな歩いてええの？はい、はい、はい、いい、すごい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 。いや、すごいすごい。今回、カニ漁にやってまいりました。はい、カニ漁。ありがとうございます。ピチピチしてる。歯、すごいぞ。
やりました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。